演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ローソンのザルそばを食べたいと思います。なんかいろんなのがある中であえてシンプルなのを選んでみましたけど、こういうのが一番美味しかったりするんですよね。おー、ちょっと潰れちゃったな。もう手さっきの悪かったのかな。では、香りとかはそんなに強烈ではないですね。なんか、外で食べやすいようにってことですね。ありがとうございます。使わせていただきます。これ飲んでも美味しかったりして自分はわさびは苦手なので、ちょっとで、海苔。あら、ネギは取れないんだ。ちょっとお箸で入れてくださいってことなのかな。ちょっと面倒いかも。残っちゃうし。で、おつゆ。お手軽ですね。でも美味しそうだ。では、ちょっと絡まってる絡まってる。結構難しいな、こういうの。では、いただきます。ちょっと思ってたのと違うかな。ザルそばの麺は結構もっちりとした弾力のある麺なのですが、自分はザルそばだとちょっとシコシコとした歯切れのいい方が好きなので、ちょっと弾力が余計だったかなっていう気がしてしまいましたね。まあ、おつゆとの絡みももうちょっと良くならないかなと思ってしまいました。まあ美味しくは、ザルそばとしては美味しくはいただけましたので、こちらの点数とさせていただきます。もうちょっと弾力があればいいってものじゃないんだよね。かがすうや、仏なのにも血が騒ぐ。仏様の血を吸えるか、ご利益ありそうですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞延々。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。